番最後にインスタ、おふくろガール、楽しみです。みんなに見てもらうのが、頑張ります。最後の曲聴いてください。アストロガール。内山さん曲ですね、これアストロガールなんですけど、はい、明日をトローガールみたいな、かけてますね、ですね、女子曲で、これ前話したけど、あの久保さんにね、書いてもらって、はい、で、なんと、ね、作詞が、はい、山口愛菜さんに、え？そうなの？山口愛菜さんにお願いしました。嘘？そうなんです。本当ですか？そうなんです。何も聞いてないんですけど、本人から。嬉しい。あれですよ、ベースも弾いてますから。え、そう、そう、言ってたんですよ、いつかお姉ちゃん、アミのとこのやつのね、歌詞、作曲したいなとか言ってて、うん、ねーとか言ってたんですよ。夢を叶えてくださってありがとうございます。嬉しい。遊ぶんですけど、遊んだ時に、いや、いつかお姉ちゃん、アミのグループのね、ロジャポの作詞とか曲提供したいなみたいな言われてたんで、夢だったんですよ、2人の。だからちょっと叶って嬉しいです。ありがたい。なんでもこのね、アルバムに入るから、ちょっと私の夢が入っちゃってます、アルバムに。おお、嬉しい。お姉ちゃんありがとう。楽しかったです。風も気持ちくて、でも私はまばたきが多いので気をつけたけど、やっぱ多かったかな。羽かっぱ、撮影が終わりたての内山さんに、インタビューをしてみたいと思いますが、ただいまメイク中なので、こちらの手をお楽しみください。手を開けれると3、2、1。いや、めっちゃピンボケしてる。あ、こんにちは。どうですか、撮影、あの、一回置いて、どうですか。一回置いて。楽しくて、あの、振り向き美人みたいなことやって。話、自分はまさに振り向き美人だと。振り向き美人、振り返り美人ですね。振り返り美人、頑張りました。苦戦したところありますか。苦戦したところは、驚いた表情で驚くのが難しかった。口開けるのが。それでは、ここでやっていただきましょう。驚いた表情まで、3、2、1。